はい、皆様こんにちは。アートジャンキーの AJ です。ですね、まあ、ちょっとちょっとこうブーブーというかっていうちょっとうるさい音がもしかしたら入ってるかもしれないんですけど、ちょっと今作業をしながらですね、配信しております。今はソフビの素体が大量に入ってきましてですね、ひたすらバリ取りをしております。これがなかなかね、この音は何の音かというと、ソフビそのままカッターで切ろうとするとですね、切ろうとするとすごい硬いので、段ボールの中にですね布団乾燥機を入れて、その中に素体を入れて温めるんですよ。そうすると素体が温かくなって柔らかくなるので、カッターで切りやすくなります。なのでまとめて段ボールに素体をですねいっぱい入れてですね、柔らかくして今バリ取りをしています。はい、いい天気ですね今日は。こんないい天気の時に部屋の中でひたすらねバリ取りですよ。まあこれもね悪くない。まあこういう地道な仕事がね大事なんで、コツコツやっていきます。まあ、せっかくね作業してる間、まあ一人でね黙々とやってるだけなんで、せっかくだからちょっと配信しようかなと思いまして配信してます。この前の、ライブ配信は YouTube にもうアップしたんですけど、まあいつでも見れるので、もし見てない方いたら暇つぶしにぜひ。そこでソフビのね話をちょっとしたんですけど、なんか自分がそのキャラクターを作る上でのこういうことに注意してますみたいな話だったりとかね、こういう方が割と売れるんじゃないかとかね、そんな話もしたんだけど、まあ、お前ごときが偉そうに言ってんじゃねえよっていうね人もいるかもしれないですけど、まあまあねいいんですよ、自由なんでね。まあ僕程度だと、身近なところで、なんていうんですかね、すごくもうレベルが違いすぎちゃってね、天井人みたいな人が例えばビジネスについて語ったりとかしてもね、ちょっとこう現実味がなかったりとかすると思うんですよ。かけ離れね、もう何億もさもう稼いでてさっていう人だったら、すごいちょっとかけ離れてるじゃないですか、現実離れしちゃってるから。そういう人たちがいくらポジティブな話をしてもねなかなかこう参考にしづらいというか、まあ、僕は全然そういうのね好きだから見たりとかはするんですけど、僕は基本的にアントニオ猪木なんで、猪木イズムなんで、猪木さんの苦しみの中から立ち上がれっていう本を読んでですね、ポジティブに考えなきゃいけないなと、ね、限界などないっていうね、そういう考えをね植え付けられたのは猪木さんなんですけどね。そうでも大体ね成功してる人ってね
あれですね、みんな同じこと言ってますよ。ね、いろいろそういう人たちの本読むんですけど、本田宗一郎やらね、松下幸之助やら、まあ堀江門だったりとか、あとなんだ、あとなんだ、いろいろ、あとなんだちょっと今パッと出てこないけど、まあね、そうなんですよ、大体みんな言ってること一緒なんですよ。だけどあんまりね、かけ離れた人が言ってもあれだけど、僕程度の人が言ったらなんかすぐね真似できそうというか、まあもしなんだろうな、ちょっと参考にできると思った時に真似しやすいレベルの、あの身近な存在としてですね、まあいろいろ意見を言ってるわけなんですけどね。結局ね、まあ言ってもね、今好きなことを仕事にして、もうほぼストレスのない、ストレスフリーな生活をしてですね、でちゃんと好きなことでお金も稼げて、24時間すごい有効に使ってですね、寝たい時に寝てね、仕事したい時に仕事して、それできっちり、それなりの生活ができるぐらいのお金はちゃんと稼ぐとまずだからそのぐらいのところ、多分ね、若い人とかでイラストレーターとかデザイナーとか、まあ他のジャンルでもいいんですけど、やっぱり好きなことを仕事にしたいっていう人いると思うんですよ。そういう時にいきなりね、すごい一流、もう超一流のすごい天井人みたいな人の、まあそういう人のね本とか読むのも全然いいんですよ、それはそれで。でもこういう僕程度のねレベルのとこだったら、割と多分真似しやすいし、そのとりあえず最低限ご飯を食べれる程度の収入をね得たいっていう思いがある人は、ちょっとね、まあ話半分でいいんですけど、参考にしていただければいいかなと思ってます。ということで、そういう話をね今日はちょっとしていきたいんですけど、やっぱりね、そのまあイラストレーターとか、まあ身近なところで言うとイラストレーター、僕はまあイラストレーターっていう感じでもないんですけど、まあはっきり言って、まあイラストレーターデザイナーっていう、なんだろうな、はっきりしない感じでスタートして、まあ、T シャツはやるんで、まあ、T シャツデザイナーはもう絶対 あるんですけど、まあ、最初それだけで食えないんで、まあ、いろいろやるわけですよ。まあ、例えばイラストのね、カットの、ワンカットいくらみたいな、そういう仕事とかね、まあ、企業のキャラクター案件とか、まあ、そういうのもやるんですよ。イラストレーターとしてのお仕事、あとまあデザイナーとしてはなんかね、フライヤーのデザインしたりとか、なんかそういうようなこともやったりとかするんですけどね、するんですけどねって、まあしてたんですけど、最初の当初はね、上京したての頃でもね、やっぱりその結局、まあ、イラストレーターの人が陥りがちなこと、まあこれもよく後輩とお話とかしてね、
でイラストレーターの平均年収って、まあ、何年度の調べか分かんないんですけど、100万とか90万とか100万ぐらいらしいんですよ。平均年収というか一番多い、まあ平均になるのかな。そうだからすごいピラミッドではあるんですよ。やっぱりもうイラストだけで食える人ってやっぱり限られてたりとか、それでも、まあ、あのもし食えてたとしても実は本来自分の描きたいものを描けてないっていう人もいると思うんですよ。結局あのクライアントありきなんで、クライアントが欲しい絵を描くと。そういう感じでやっぱり自分の描きたいものだけ描いてそれで仕事を成立させるってなかなか難しいんですけど、例えばイラストレーターで言うと、じゃあ、仕事的には、仕事の要領的には1ヶ月どうしてもかかる仕事を依頼されます。でもすいません、予算があんまりないんで10万円しか予算出せないですって言われるでしょ。だけど駆け出しの頃って10万円でも嬉しいじゃないですか。たとえ1ヶ月かかる仕事でもね、自分のイラストが使ってもらえるんだ。でまあ受けるじゃないですか。そうするとまた依頼されるわけですよ。だけど1ヶ月かかる仕事で10万って言ったら赤字なんですよ。赤字なのに受けちゃうんですよ。最初はいいんですよ、まあ、経験値を上げるためとかね、そういう部分でやる分にはいいんですけど、だけどずっとそのままでいるともうずっと赤字のままですよね。だからどっかでそこを変えなきゃいけない、どっかのタイミングでそれを断る。で断ってもっとギャラのいい仕事をやれるようにする。そこがなかなかみんなできないというか難しいところ。だから結局10万円で受ける仕事、じゃあそれ断ったとして、じゃあ他の人に頼みますって、まあそのそういう仕事は他でまた他のイラストレーター使って埋めるんですよ。ということはですよ、その仕事っていうのは別にあなたじゃなくてもいいんですよ。誰でもいい仕事だから、誰でもいい仕事をやってる限りはギャラは上がんないんですよ。じゃあどうしたらいいかって言ったら、やっぱりその自分の作品に付加価値をつけるっていうことだったりとか、個性を出すとかね。まあ個性、まあ個性はなかなか、まあね、だから誰でも描けるような絵描いたら、まあその時点でやっぱりこう器用貧乏というか、いいようにね、便利屋さんとして使われちゃうんでね。でやっぱり描ける人って自分は本当はこういう絵を描きたいっていうのがあっても、例えばもっと萌え系の絵だったりとかね、もっと劇画調だったりとかって結構幅が、描けることは描けるんですよ、やっぱ技術がある人だったらね。だからその幅があるから、その幅広く受けちゃうんですよね。そうすると結局自分の個性も出せないし、なんかこの人だったらこのタッチだよねっていうのも認知度も上がんないし、だからやっぱ自分が本当にやりたいっていうところをやっぱ大事にして、
もうこれだったらこの人にしかね頼めないっていう状況を自分で作っていかないと難しいですよね。そのクライアントありきのもし仕事をしているんであれば。で、僕の場合はクライアントありきの仕事っていうのはもう嫌だなと思ったんですよ。なんかまあ T シャツにしても今のソフビにしても本当にもう好き勝手にね自分でデザインして、まあコラボレーションの時はねもちろんそのコラボレーション先の意向もあるんで、でもねコラボレーションする場合はね自分がやりたいとかその作品が好きだからやらせていただいてるっていう気持ちもあるし、それをそのモチーフを使うことがもう楽しいんで、それはまたねそのクライアントっていう感じとはちょっとまた違うから、それはそれですごく楽しめていいんだけど、そうじゃなくてもう本当にクライアント案件は本当今全然やってないんですよね。もう徐々にそれはね減らしてったんですよ。でまあほぼいや お任せしますと、もう好きにやってくださいっていうのはやるんですけど、よっぽどのねそれはねよっぽどないですよねそういうのって。で今は本当にあれですよ、もう勝手に作って勝手に売るっていう、 T シャツもそうだったんだけど勝手に自分のタイミングでリリースして、まあイベントやら、通販やらで、ね、売っていくと。でソフビもそうなんですけど、まあ、ソフビの場合はねイベントが結構あって、海外のイベントとかね結構多くて、それにもうまめに参加する。でインスタグラムとかそういうビジュアルでねもう言葉の壁を越えた、言葉が通じなくて もうビジュアルだけでもう見ただけで分かるんで、インスタとかだとねそういうのにどんどんまめに上げて、もう自分のファンを増やすっていう作業、ここをすごく大事に しましたね。そうするとこれが会社経営とかでやってたらまたちょっと違うというかしんどいかもしれないですけど、僕の場合一人なんで結局僕一人が食えればいいんですよ。僕一人の食いぶちを稼げれば一応成立するじゃないですか。だからそういう感じでファンを増やして、でやっぱちょうど時代もねいい時代と重なったというか、はいね、SNS がすごく発達して、日本でこうやって作ってても世界に発信できるわけですよ。だから僕ソフビに関して言うと、まあ、8割ぐらいは海外なんですよね。海外の方はむしろこう国内よりは人気が全然あるというか、なんでね、なんかストレートなんですよね海外の人って。日本はなんか国民性なのか分かんないですけど、島国だからなのかな、なんかねやっぱ誰かが一回評価したものじゃないとなかなか食いつかないみたいなところがちょっとあるんですよね。例えば地方だったら地方でどんだけ美味しい、例えばケーキ屋さんとかね、なんかすごい地元で美味しいのに、地元だけである時はあんまり食いつかないのに、それが東京進出しましたとかテレビで放映されましたっていうと急になんかね並び出しちゃったりとかね、
するんですよ。で、東京とかの場合は、東京にあった時はあんまり見向きもしなかったくせに、ニューヨークのなんとかで評価されましたとかね、パリで評価されましたってなると、誰かが評価したってなるとすごい食いつくみたいな、そういうところがあるんで、僕はなんとなくそんな感じで思ってるんですよ、日本人の国民性として。だけど海外の人って別に有名だろうが無名だろうが、いや俺が気に入ったんだからこれいいじゃんみたいな、なんかそういうのが強い気がするんですよね。だから作家に対してのリスペクト度も全然やっぱ違いますね。だから僕の場合は割とラッキーで、そういう海外のイベントとかね、そういうのにもお誘いいただいたりとかして、そこからスタートして、うまくソフビとかも、ソフビの、ブームというかね、そういうのにも乗れたし、そのおかげで自分のオリジナルの、いや、もうそもそもね、オリジナルのキャラクターで勝負したいっていうのがあって、で、イラストを描いても、イラストでもキャラクターを作るっていうのはすごく好きで、もうそれだけで食いたいなって思ってたんですよ。でもなかなかね、そんな簡単にできるもんじゃないからね、まあ、T シャツも好きなんで T シャツも作るんだけど、まあ、T シャツのデザインの中でオリジナルキャラクターを出したりとかね、そういうことはやってたんですけど、まあソフビにして立体にしたらね、すごく作家としての評価が上がったので、そのおかげで割とねいい感じで、皆様に買っていただけるようになったので、ね、まあ仕事に関しては幸せですね。だからね、やっぱりね、あんまり器用貧乏というか何でも屋さんみたいになっちゃうと、いつまでたっても自分の好きなことでは食えるようになるのは難しいよねっていう、そんな風に思います。僕は個人的にはね、まあ人それぞれやり方があるんで、僕のやり方が正しいね、絶対正しいかったらそうじゃないとは思うんですよ。僕のその僕自身の人間としてのキャラクターがあったりとか、なんだろうな、人との付き合い方もあるし、あとプロレスが好きだからね、そういう部分でプロレスが好きとか、漫画が好き、日本のそういう昔の昭和のアニメとか特撮とかが好き、アニソンが好きとかね、なんかこう格闘技とかも好きだし、そういう好きなものをでつながってるっていうのがあるんで、だから一概にね、皆さんがね僕と同じようにできるとは思わないんですけど、あ、でもね、やっぱりヒントとしてはね、やっぱ好きなものをリンクさせていくっていうのはすごく可能性が高まる気はします。だからデザインとかイラストをやってて、全然自分の興味のないものじゃなくて、僕の場合だったらプロレスとか格闘技好きなんで、そこつなげてコラボレーションで T シャツ作ったりとかね、するじゃないですか。そしたらもう楽しいんですよね。もう楽しいしかない。もう選手がね、僕のデザインした T シャツ着てくれたりとか、それで入場してくれたりとかね、最高ですよ。もうほんと幸せ。もう僕はね、そもそもプロレスラーなりたかったっていうのもあって、ね、格闘技もずっとやってたし、プロレスラーとか格闘家に対してはリスペクトがすごい高い。
で、まあでも、まあ諦めたわけじゃないですか。で、まあいろんな選手の T シャツとかやって、まあプライドの時にね、一番すごい嬉しかったのは、プライドの、ヘビー級のグランプリのトーナメントの時に、ジョシュ・バーネット、ジョシュ・バーネットが、プライドグランプリの準決勝で、ノゲイラとやったんですよ。その時に、入場で着てた T シャツが僕のデザインした T シャツなんですよ。ジョシュ・メタルっていうね、結構その時は売れたんですけど、しかも、ノゲイラに勝つんですよね。UWF 殺法を駆使して、あれはね、もう飛び跳ねて喜びましたね。あんな感動なかったですね。自分がやっぱりプロレスラーとか格闘家とかね、そういうのでプロになりたいと思っててなれなかった、でも自分のデザインした T シャツがね、そういう世界最高峰のリングに上がるというかね、そういう舞台でね、お披露目できたんで、あれはすごく嬉しかったですね。感動しましたね。うん、だからね、やっぱり何でもいいと思うんですよ。だからそういう好きなものと好きなものをどんどんつなげていくっていう作業は、成功する確率が高いと思うんで、なぜならそこに愛があるからなんです。やっぱそれが好きっていう自分自身の愛が、やっぱね、愛があるとね、伝わるんですよ。その愛が本当にこの人好きなんだなっていう、そういうのね、これからの時代ってそういうの大事だと思うんですよ。なのでうまくねつなげていったらいいかなと。あとね、やっぱりね、同業者とばっか絡んでちゃダメですね。同業者とばっかとつるんでいいんですよ、まあ、それもいいんだけど、もっとね多ジャンルと絡むっていうのはすごい大事で、僕最初ね、上京したての頃なんかね、なんか格闘技の選手との絡みばっかだったもんね。あと芸人さんとかね、全然ジャンル違うじゃないですか、僕デザインで。だけどそういう多ジャンルのとこの集まりに入ると、あの珍しがられるんですよ。みんなが持ってないものを持ってるから。でこっちにしてみても、自分に持ってないものを相手が持ってるから、すごい興味あるじゃないですか。面白いんですよ、その交流が。そうすると、まあ、芸人さんにしろ、その、まあ、格闘技関係にしろね、ちょっとじゃあうちのジムのデザインやってくださいよとかいう話になってくるんですよ。そしたらね、そこで一つ仕事になるんで、それはすごくね大事ですね。そういうつながりで仕事になったこと結構多いもんな、今考えると。でもそれは本当に好きなことだからね、全然苦じゃないじゃないですか。むしろワクワクするというか、だから好きなものをねつなげていくのはね、すごく大事、うん、そうなんですよね。僕もだからイラストレーターとかデザイナーとかとつるむようになったのって、本当に海外のイベントで、それこそ北井さんのデビルロボットさんとかと一緒に海外のイベントとか行って、でチームで出るんで、そういうそれぐらいからだもんな。そういうつながりでね、なんか仕事になることも、まあ、たまにはあるけど、
でも同業者同士でなかなか仕事っていう感じにはなんないもんな。ちょっとそういういろいろ業界話とかね、ああでもないこうでもないっていう話はするけど、うん、仕事を振る振らないっていう、まあ多少はあるのかもしれないけど、うん、まあ、それだけでやってるのはちょっとしんどいんじゃないかなとは思いますね。だからどんどん多ジャンルに入っていくのは、多ジャンルっつっても本当に自分の興味のある好きなものと絡んでいくのはすごく大事だと思いますね。なんか話が取り留めもない話になっちゃってるんですけど、そう思いますよ本当に。割とこうやって話するとなんかビジネス系の話ばっかになっちゃうんだけど、割とねこう見えてもいろいろ考えてやってます。いろんなことをね、基本はまあストレスのない、あとみんなに喜んでもらいたいとかね、やっぱりね喜んでもらうためにはね、一緒に仕事絡んだ人にもやっぱ儲けてもらいたいし、そこにやっぱ利益が結びつかないと、もうなんかねサークルとかじゃねえんだから、プロでやってんだからお金にしろよって話で、ちゃんと利益を出してね、いい仕事したねって後で美味しいお酒が飲めるように、別にお酒飲めない人はコーラでもいいんだけどね、なんか今回はいい仕事したね乾杯みたいな、あとファンもね、ファンの人もいやーすごいお前のもうキャラクター、今回のキャラクター最高だよって言ってくれたりとかね、常に持ち歩いていろんなところで写真撮ってくれたりとかね、そういうこと してくれたら嬉しいじゃないですか。で T シャツなんかに関したらね、ここぞという時の勝負服にしてくれたりとかね、そういうね気持ちすごい伝わるんですよ。でそれも愛じゃないですか。それはファンの人、お客様のからの僕に対する愛だと思ってるんですよ。でその愛も感じるし、僕は僕でどんどんね面白い、僕が活躍すればファンの人たちもおアートジャンキーこんなことやるんだ、次はすげえな、応援しててよかったみたいにね思ってもらえるように、次々にねこう向上心を持ってやっていこうと思ってますよ。そうじゃないと現状維持なんていうのはね停滞と一緒なんで、常に1ミリでも前に進むっていうことを意識して、まあ、コツコツねやってきます。はい、そんなところで、今日は2020年の3月の今日は19日なんですけどね、今日は夕方から後楽園ホールのリアルジャパンプロレス見に行ってきます。楽しみです。それまで頑張ってバリ取りします。はい、そんなわけで、またね今回この Facebook のライブ配信でやったものは、また YouTube の方にアップしますので、まあお好きな時間に見れるような感じにしときますんで、ぜひアートジャンキーの YouTube チャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わります。ありがとうございます。